あんたたちもあの噂を聞いてこんなとこまでやってきたのか。はて、噂とな。なんであんたたち、もしかして何も知らねえのか。世界が滅亡してみんな落ち込んでるだろう。そんな心の傷を癒してくれるこの世の楽園がグロッタの町にあるって話さ。こないだすれ違った旅の武道家もグロッタの町に行くって言ってたしな。みんな癒されたくて仕方ねえのさ。それにしてもあの武道家の姉ちゃん、すんげえ美人だったな。楽園に行けばまた会えるかな。な、すごい美人の旅の舞踏家ですって。それってもしかして兄貴。おっと、連れが来たみたいだ。それじゃあな、旅の人、縁があったらまたグロッタの町で会おうぜ。おせえぞ、どこで道草食ってたんだ。さあ行くぞ、楽園は目前だ。あ、待ってよ兄貴。グロッタの町か。何やら胸騒ぎがする。美人の旅の舞踏家とはもしやマルティナのことかもしれんの。なんだか様子がおかしいわね。それにあんな悪趣味な像、前に来た時あったかしら。ようこそグロッタの町。町の中に魔物、油断するな。おやおや、困りますな。どうか落ち着いてくださいませ。このグロッタの町は今や幸せな楽園に生まれ変わったのです。そんな場所で戦闘するなど野暮ですぞ。野蛮なコロシアムなんてもう古い。これからは六軍王であるブギー様が作ったモンスターカジノがここの新名物ですよ。あなたたちも興味がおありならぜひ2階のカジノで遊んでいってください。どうなっても知りませんがね。魔物が運営するカジノとな。怪しい匂いがプンプンするな。マルティナがいるやもしれん。2階にあるというカジノに行ってみようかの。
珍しい。心ゆくまでルーレットを楽しんでいくといいわ。さあ、こっちに来て。姉さん、出番よ。今日もやっちゃってちょうだい。次はどんな坊やが私の餌食になりたいのかしら。そんなまさか。姫様。あら、グレイグじゃない。あんたみたいな頭でっかちでもこういうところに出入りするのね。あんたも刺激が欲しいのね。たっぷりサービスしてあげるから、あたしと一緒に遊びましょう。姫様、なんとはしたない。グレイグ、あんたってほんとうんざりするほど真面目な男ね。忠実なだけなら犬でもできるわよ。ねえ、あたしの犬にしてあげましょうか。世界で一番幸せなペットにしてあげる。なんとハレンチな。一体どうしたんじゃマルティナ。今は冗談を言っている場合じゃないぞい。打倒ウルノーガの信念を貫くため、わしらにはお主の力が必要なんじゃ。さあ、もう一度わしらと旅を。まあ、相変わらずうるさいジジイね。楽しい雰囲気がしらけちゃうじゃない。いい？今の私にとって打倒ウルノーガなんて興味ないわ。こんな世界もっと壊しちゃえばいいのよ。私が興味あるのはこのカジノを作った六軍王であるブギー様だけ。私の身も心もブギー様のものなのよ。だからあんたたちにはついてかないわ。私はブギー様と一緒にこれからこのカジノを盛り上げていくんだから。いい加減にしてください、姫様。今はそんな馬鹿げたことを言っている時ではありません。こんないかがわしい場所、気高い姫様にはふさわしくない。さあ、我々と共に行きましょう。気安く触らないでくれる？女の支え方も知らないの？あんた何も分かってないのね。どうやらきついお仕置きが必要みたいね。あんたたちみたいなしつこい奴らは私の蹴りで黙らせてあげるわ。楽しませてちょうだい。クズ。さあ落ちなさい。可愛がってあげる。なんでやねん。ほら、いつショータイム。ほら、きっと。やっ。膝のついて。かわいがってあげる。
くらえ。危ないキスよ。ようやくおとなしくなってくれたか。これで目を覚ましてくれるといいんじゃがの。困りますな、お客さん。うちのナンバーワンディーラーをいじめてもらっちゃ。の？え、は、え、は、え、ほ、え、ほ、え、よ、え、ほ。
泣かせた女は数知れず、最強のキングオブモンスター、妖魔軍王ブギー様参上だじゃ。こいつが六軍王の一人ブギー。グロッタの街をこんな風にした張本人の登場ってわけね。ブギー、あっ、あはは、おお、よちよち、かわいそうな僕ちんのかわゆい子猫ちゃん、仇は僕ちんが取ってあげるからね。ブレイモノが、即刻姫様から離れろ。ボクチンのマルティナを仲間に引き込もうなんて無駄無駄。ボクチンの力でマルティナをナイスバディな魔物にして、ボクチンの忠実なるしもべにしたからね。人間を魔物に？じゃあもしかしてマルティナちゃん以外の魔物たちも？マルティナだけじゃなく、このカジノの従業員である魔物たちはもともと人間だったやつらさ。カジノで大勝ちして調子に乗った人間たちを魔物に変えてこき使いまくるのが僕ちんの何よりの楽しみなんだよ。マルティナはわしらの大事な仲間。お主の悪行に付き合わせるわけにはいかん。さあ、マルティナを返してもらうぞい。ボクチンの楽園を壊そうとするやつはまとめてズタボロ100叩きの刑だじゃ。全部消えてなくなれ。生きていくじゃ。成敗してくれる。僕人を見て。
できるとギガマウトラさあ、ご一緒にレッドキーリズムに乗るわよイエーイあんながサックサックガンデルフォンあ、そう、オレよいしょもう一つ黒人を見てそれっとよっとなギガマウトラほいあお最高ほれおねむの時間じゃぞ。
黒人を見て。ギガマホトラどいつもこいつも踊らなバンバン。闇の力よ、うん、ヘルはメラゾーマ、うん、いただくぞ。あの魔物は武器今までのこと全て思い出したわ。妖魔軍王ブギーさん、今までよくも好き放題してくれたわね。100万倍にして返してあげるわ。ほんげヒネ様、今のは魔物になっていたせいかしら。私、新しい力に目覚めたみたい。今ならどんな強敵でも蹴り倒せそうだわ。ロウ様、ご心配をおかけしました。いいんじゃ、マルティナよ。
お主が無事で何よりじゃ。これでまた一緒に旅ができるの。姫様、今までの非礼な振る舞い、どうかお許しください。私は今、勇者に命を預ける身。打倒ウルノーガの信念を貫き通すまで、このグレイグ、皆の盾となりましょう。何よ、そのつまんない挨拶。これ以上私を退屈させるなら、きついお仕置きしてあげましょうか。なんてね、冗談よ冗談。グレイグ、頼りにしてるわ。これからもよろしくね。しばらく見ない間に随分頼もしくなったわね。これあなたに渡しておくわ。世界各地を旅してる時にそのマーメイドハープを見つけたの。どうしてもあなたに渡したくて。もう分かってると思うけど、海にそびえる光の柱でそれを使えば、船で行けなかった場所にも行けるはずよ。そこで残りの仲間を探しましょう。魔王ウルノーガを倒して世界に平和を取り戻すために。
行くぞ。受けてみよう。
ん、上出来だ。ヤヤク様、化け物に襲われた神官は未だに怯え寝込んでおります。よほど怖い思いをしたのでしょう。あの化け物がいる限り、いつまでも儀式ができませぬ。時に尻尾を巻いて逃げてきよって、このたわけが！くそ、怪我さえなければ化け物なぞこの手で成敗してやるのに。一刻も早くあの儀式をやらねば。ものすごい剣幕ね。何かあったのかしら。客人か。すまない、見苦しいところを見せてしまったね。見たところ随分腕が立つようだ。名は？そうか、なるほど。少し私の話を聞いてくれぬか。この里には火の神を讃えるため日野の木火山である儀式をする風習がある。里を守るには絶対に欠かせぬ儀式なのだ。先日その儀式をするために日野の木火山に神官を送ったんだが、その道中で突然化け物に襲われてね。逃げ帰ってきた神官の話では、化け物のやつは鋭い牙と爪を持ち、
おぞましい姿をしていたという。本来なら私が成敗してやりたいところだが、この地に救う火竜を倒した時に怪我をしてな。今は歩くので精一杯さ。旅の者に頼むのは気が引けるが、里のため化け物を退治してくれぬか。おお、引き受けてくれるか。礼を言うぞ。まずは化け物が出没した西隣にある日野の木火山の山道を調べてみてくれ。頼んだぞ。火の神よ、この者たちに聖なる炎の加護を与えたまえ。立ち去るのだ。
出たな化け物め、このグレイグが成敗してくれる。我は火の神の化身なるぞ。その腹渡八つ裂きにされたくなくば早々に引き返せ。里の人をいじめる悪い魔物ちゃんは私たちが懲らしめてあげるわ。さあ覚悟しなさい。何？一体どうしたのかしら。兄ちゃん、この人たち全然逃げないよ。どうしよう。バカ、喋っちゃダメだろ。怖がって逃げてくようにちゃんと化け物になりきるんだよ。バカ、さっきのせいだぞ。この人たちに見つかったじゃないか。違うもん、テバ兄ちゃんがちゃんとさっきのこと支えてくれないからだもん。あらびっくり、怖い化け物がこんな可愛い子たちだったなんて。お前たちは里の者か？何故化け物のふりなどしていたんだ。だっておいらたちヤヤク様に儀式をやらせるわけにいかないんだよ。あのね儀式をね、止めないとね、大変なことになるんだよ。何か訳があるようじゃな。ひとまずこの子たちの話を聞いてみんか。あんちゃんたち、オイラたちの話を聞いてくれるのかい。ねえ兄ちゃん、この人たちならサキたちのお手伝いしてくれるかも。そうだな、あんちゃんたちなら腕っぷしも強そうだし、一緒に来てくれたら心強いや。この先にオイラたちの秘密基地があるんだ。詳しいことはそこで話すよ。先に行ってるから絶対に来てね。